チャンネルインクルージョンの時間です。お仕事頑張ってますか、みじかです。ふわふわしてますか、みさこです。鉛筆を削ってますか、ちひろです。夏月様と星様の絵を描いていますか、最後です。今日は J ギャラリーの絵を、作りました、ゆうです。リンゴ食べてますか、たかぴーです。島田でしゅうすけです。皆さんいかがお過ごしですか。私は今仙台市青葉区中央にアートインクルージョンファクトリーに来ています。いやー、なんかあったかいね。はい、あったかいよ、あったかいよ、ちょっとだけあったかいよ。春ですか。まだ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 2月だよ。出会いの季節、春ですか。まだまだ、まだまだ一人照れてる人がいますけど、彼氏はまだ入って来た。私あれも違うコート着て、別のコート着て、違うコート着て、だよね、あれ。彼氏まだです。まだ彼氏に出会っていないって。じゃあ今日はさ、ちょっとみちかさんの恋の悩み相談室にしましょうか。素敵素敵素敵だよね。まず悩みをお願いします。彼氏が欲しいね。まだですか。じゃあみんなでね、ちょっとこの悩み答えていきましょうか。じゃあまず誰からいきます。自分で答えるの。自問自答ってこと。まずはじゃあ先輩から一言アドバイスお願いします。私はいい。私ももう付き合った経験ないんで申し訳ない。僕もまだですね。あ、私もまだですね。私はまだです。みちかさん、みんなまだって言ってますけど、一人だけ先駆けするつもりですか。まだですね。みんながまだだろうが何だろうが、私は欲しいんだ、彼氏がと、こういうことですか。手越しくんが欲しいんだ。彼氏が欲しいね。まだね。この気持ちを抑えることはできないようですが、チケットを受け取ってます。生きるって何でしょう。まだですね。生きるってことですよ。あ、そうだね、そうだね。生きるっていうのはただご飯を食べて寝ることじゃないじゃないですか。お風呂入ってるのに歯磨いて寝るんじゃないですか。それもありますけど、ありますよ。やっぱりこう誰かが好きだとかね、もうあの人を尊敬してるとか、あるいはね、あんな人になりたいとか、まあ、そういういろんな気持ちが我々を人生へと導いていくんじゃないですか。そうだね、そうだね。片思いでも頑張りましょう。素敵ね。恋ね、恋会いたいのね。じゃあちょっと具体的な話に入っていきましょうか。どんな人がいいんですか。どんどん顎。好みは優しくて、優しくて、優しくて、かっこよくて、お金持ち。お金持ち。みんな変な知恵つけないでくださいよ。一緒にって可愛いって、はい、言ってくれる人、言っててくれる人、そういう人を見かけたらみちかさんにぜひ紹介してください。はい、なんかいっぱいいるんじゃない。え、 AI なんかいっぱいいるんじゃない。いっぱいいるんじゃないの。手越しくんがいっぱいいるんじゃない。なんかいないみたいなこと言ってますけど。これ手出してくるし。いないな。やっぱりね、夢は叶ってしまったら夢でなくなる。夢でないから。先輩がそんなこと言ってますけど、それでもあくまでも我々は声に向かって、夢に向かって歩んでいきましょうか。そのジェスチャーは何ですか。恋じゃあ彼氏募集中っていう曲作りますか。そうよね、いいね、募集中、うん、そうだね。はい、ということでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。楽しいな人を知ってる。